そんなことないからね。あれ、ビリーさんだ。なんか様子が。おお、トトリちゃん、いらっしゃい。ごめんなさいね、今こんな状況で。トトリちゃんだ。どうかしたんですか、あんなに大きい声出して。いつものことなの。何かあると仕事が嫌だ、やめたいって私に泣きついてきて。フィリーさん、仕事を辞めちゃうんですか？辞めたいけど、辞めたらお姉ちゃんに怒られるし。大丈夫よ、一通り泣き言言ったらちゃんと仕事に戻るんだから。そんなことないもん。今日という今日は私本気で。あら、そろそろ休憩時間終わりじゃない？遅刻したらまたクーダリアちゃんが怖い顔して。いけない早く戻らないと。ね、だいたいいっつもあんな感じ。はあ、ティファナさんとフィリーさんって仲良しなんですか？ええ、もともとはエスティ、あの子のお姉さんと私が幼い頃からの友人でね。だからあの子のことも小さい時から知ってて。なるほど。じゃあそのフィリーさんとお姉さんはあんまり仲良くないんですか？前もフィリーさん、お姉さんがーって文句言ってたし。仲が悪いというか、相性が悪いのかしらね。エスティは妹にしっかりしてもらいたくて厳しくしてたんだけど、あの子にはそれがただの意地悪に思えちゃったみたい。なんだか複雑ですね。まったくね、姉妹なんだから普通に仲良くすればいいのに。板挟みにされちゃう私の気持ちも考えてほしいわ。って、トトリちゃんに愚痴を言っちゃダメよね。ごめんなさい。お買い物に来てくれたのよね。あ、そうでした。忘れてた。だからやめるなんて言わないで。自分でやめなくてもどうせクビになっちゃいますよ。こんにちは。あ、またフィリーさんだ。トトリちゃん、短い間だったけどありがとうね。私なんかと仲良くしてくれて。違う職場に行ってもトトリちゃんのことは忘れないから。え、なんか本気っぽいけど今度は何が。仕事でミスしてクーダリアちゃんにすごく怒られたんですって。なんだ、いつものことじゃないですか。言わないでよ、落ち込んでるんだから。クーダリアちゃんは怒りっぽいけど謝ればちゃんと許してくれるわよ。どうしても怖いなら私も一緒に行ってあげるから。謝りたくても謝れないんだもん。クーダリア先輩、私の仕事の後始末してて終わるまで絶対戻ってくるなって。あ、それじゃあ2、3日お休みもらったと思えば。そんな気分になれないよ。
重症ですね。そうね、困ったわ。ここまでひどいのは初めてだし。そうだ、フィリーちゃん、まだあなたとお酒飲みに行ったことないわよね。お酒？うん、私お酒飲んだことないし。大人の人はね、嫌なことがあったらお酒を飲んで忘れるの。明日か明後日にでも一緒に行きましょう。私でも飲める？嫌なこと忘れられる？大丈夫よ、飲み方はちゃんと教えてあげるし、嫌なことも忘れられるから。じゃあ行く。決まりね。トトリちゃんも一緒にどうかしら？私お酒はまだ年齢的に。ああ、そうだったわね。じゃあ一緒にお話しするだけでも。イクセル君のお店で飲むから、気が向いたら来てくれると嬉しいわ。はい、そういうことでしたら。今日だったよね、ティバナさんが言ってたのって。もう始まってるのかな。なんか騒がしい声が聞こえて。なんで入ってきた？逃げろ、早く。え、逃げろって？トトリちゃん。う、ティバナさん、なんか目が座ってる。もう来てくれるのずっと待ってたんだから。さあ、触り心地が違うわ。羨ましい、憎たらしい気持ち。うりうりうり。うわ、嫌だ、やめてくださいってば。気持ち悪い、本当に嫌だ。そうか、お前らは知らなかったんだな、ティファナさんの酒癖の悪さを。悪い、俺にはどうしようもできない。諦めてくれ。そんな。私というものがありながら、イクセル君とおしゃべりなんて。そんな悪い子にはお仕置き。
あれからどうなったかよく覚えてない。そうだ、フィリーさん大丈夫かな。ティファヌさんは、なんか顔合わせるの怖い。お仕事戻ってきたんですね。うん、世の中クーデリア先輩よりはるかに怖いものがあるって分かったから。怖かったですよね、別の意味で。そうね、別の意味で。結果的にこうしてフィリーさんも帰ってきたし。そうよね、よかったのよね。うん、これからは私仕事頑張る。もう間違ってもティファナさんには泣きつけないし。気をつけてください、本当に。コソコソして。ピク、ティファナさん、おはようございます。やっぱり様子が変ね。大丈夫？熱でもあるんじゃない？大丈夫ですから、そんなに近づいてこないでください。そう？私何かしちゃったかしら。さっきフィリーちゃんも私を見て逃げていっちゃったんだけど。え？覚えてないんですか？昨日のこと。昨日？フィリーちゃんとお酒を飲みに行ったまでは覚えてるけど、その後は何も？フィリーちゃんには偉そうなこと言ったけど、実は私お酒に弱くて。もしかしてあの後トトリちゃんも来てくれたの？はい、行きました。行きましたけど、そっか、覚えてないんだ。やっぱり私何かしたのね。よかったら話してくれない？いいえ、何もしてないです。昨日は何もなかったんです。そういうことにしておいてください。トトリちゃんがそう言うなら、なんか釈然としないけど。